はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥダイ。というわけでね、今日は、だいぶ進んだかな、昨日に比べたら。うん、今日は屋根を作っていまして、屋根とあと、シングホール、シンガーホール、歌を歌い、劇をするであろう場所の、2階かな、感染場所的な場所を作っていました。感染場所的な場所ってもうわけわかんないけど作ってました。こういう感じまあこういう感じで2階がねあるという。こっからこれ椅子ね、これ椅子、こっから見れるし2階からも見れるしっていう。まあ、ここにあれなんだよね、舞台ができるんだよね多分ね。なんでまあまだまだっちゃまだまだ。それで屋根ができていますと。これ屋根裏なんだけどね、こっから行ったところで。こんな感じでここら辺までコンクリート、ここ5マスかな、12345マスコンクリート、こっちも12345マスコンクリート。こっちの壁はこのこっちから引っ張られてるんで5マスまではコンクリートでいいかなみたいな感じで。え、コンクリートっていくつ持つんだっけ。50、うん、まあ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 大丈夫でしょう、ここぴったりで持ってくれるならば。うんだよね。で木が40までしか持てなくて5ずつ。うんでここら辺から耐えてるから100、ん120。おお、アウチアウチ。なので見にくいな、こっからじゃ。こう落ちそうだな、やだな。ああまた落ちた。だから嫌なんだよこれ、フレームに垂直ジャンプが好きではない、特にアルファ16になってから。もうこのブロック、このブロックの下はもうないので、ここからも持ってない。つまりこのブロックとこのブロックが支えてる感じだよね。だから一番の仕事してるのはこのブロックだな。ここが、まずコンクリートだから120で、こいつ持ってる時点で20減るじゃん。トラッシングね。20。で、これが5なんで20。30、40、50、2、3、4、50、60で裏張りの入れて70ぐらい、多分2箇所ぐらいは裏張りがあると思うんで、あ、裏張り1箇所入ってるんで計算に、まあ、60、50ぐらい。このトラッシングが実は必要ないんじゃないかっていう。で70いったとして、こっち80、まあ、90、まあ、これは反対側からも支えてるからチャラになってるということにして、まあ80ぐらいだね多分ね。だからやっぱりこの下一箇所でも外れちゃうと、その力が左右に逃げるんで、その左右に、まあ、40ずつ移ったとしても80、90、120だからオーバーするよね、崩れるね。結構ギリギリだなこれ。え、じゃあこれさ、これこのトラッシングやめた方が良かったのかな本当に。トラッシングじゃなくて普通に木製の何かにしといた方が良かった気がしてきたわ。うん、そうなのかな。だってこのトラッシング下入ってないんですよ。下入ってないトラッシングってこれ320持てるはずなんだけど、トラッシングマックスロードね、下入ってないことによって仕事がもうこれと同じ仕事しかしねえから、ボトルネックがこいつになってるから、こいつが。ちょっと難しいね建築。とりあえず今日はバルス起きずに建築できたっていうのがまあ
成果ですね。ただもう本当にいつバルスが起きてもおかしくないっていう。大丈夫ね、このブロックはこっちは左が持ってるから多分計算されてないと思う、こいつには。いや本当はどこか中央ら辺でね、一箇所分散できるような、なんかいい理由があればね。シャンデリアうまく使えねえかなとか思ったけど、シャンデリアどうするよっていう。むしろ上から吊る時点で逆に耐荷重増えて崩れてくんじゃねって思っちゃったんだよな。地面から上まで伸ばす理由があればいいんだけれどもね。地面っていうか床から。でチャンスがあるとしたらここで1マス、こっちか。こっからちょっと引っ張って、こっから引っ張ってっていうのが、まああるかなと。あとはまあここら辺に壁ができるんで、そいつから引っ張るんで5マス分ぐらいは、カバーかけれるから多分、まあそいつに託すしかないかもね。明日はこの壁で向こう側もちょっと作り始めることになるか、まあ屋根作って終わりかぐらいだと思います。というわけで今日も無事ここまで建築することができました。ありがとうございます。本当にいやーありがとうございます。皆様応援してくれてありがとうございます。おかげさまですよ、本当に。ここまで形になってきました。いやお城だね。かっこいいね、そろそろ。そろそろはいい。もうバッキバキや、足。ダメだよ。だってもうあれだからね。この前死んでから、つか全ロスしてから、あれすら持ち歩いてね、スプリントも諦めてもずっと足折れた状態で仕事しております。高所作業、骨折中、絶対捕まるやつ。こんなブラックで働かせたら絶対捕まるやつ。というわけで、じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。今日の進捗はこんな感じでございます。あ、でこっちも作ったな、そういえば。こっちどっちだっけな、こっちの壁かな、こっちの壁も作ったね。これ全部作ったね今日ね。そうだ、うん、それぐらいかな。というわけでご視聴ありがとうございました。静止画でした。